はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もクロウに戦っていこうと思います。ちょっとね、パーティーを教えてもらったんだよね。そうだった、確かにこんなパーティーだった、思い出してきましたよ。今日のパーティーこれです。草薙武士にゃん、トゲにゃん、花坂爺、デビビラン、富士見御前ですね。で、装備が、草薙と武士にゃんに目出し帽をつけております。これをつけてると、狙われなくなるんだよね。で、トゲにゃんにガードの秘石、これで確実にガードしてくれるようになるので、トゲニャンに攻撃が集まります。そこでこの2人が攻撃をするっていうことだね。で、裏から花坂爺がお世話でトゲニャンの回復で、デビビランの威圧感で全員がサボらなくなって、不死身御前で避けることができなくなる。これが理想的でしょう。そうだったよね。では実際どんな感じだったか戦ってみます。クロウに発見です。では行きましょうか。コメントによると3分ぐらいで行けるっていう感じだね。行ってみましょう。ちょっと待って、まずガードしよう。 OK OK。 そうこの感じだった、この感じだった、思い出した。で、食べ物はウニです。ウニがベストなんだよね。で、必殺技を敵が打ってくるかもしれないから、技をこうやって待機してると確実だったよな。 OKOK。 おお、ウニは回復するね。そうだ、ウニだ。俺は肉使ってたけども、ウニでいいんだ。もう完全に忘れてたな。はい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 。で、お世話で回復していくから、そこまで回復を急がなくてもいいっていう感じね。はいはいはい、いつでも必殺技打ってきていいよ。そうそう、この目出し棒だよね、重要なのは。これで安定した。あ、待って、これでいい、死にはしないでしょ。 OK、完璧だな。よし、あ、まだ半分ぐらいか。いや、この前戦ったのがね、嘘みたいに安定する。いやー、これこれよ、ほんとに。いつ必殺技打ってきてもいいよ。できれば通常攻撃をしてほしい。そうしないとトゲガードがね、発動しないので。もう一発耐えれるか。もう一発、あ、いけるいける、むちゃくちゃいいぞ。ほんとだ、これ3分ぐらいでいける。きた、お、あと1回耐えてからいくか。あと1回 OK。 ハハハハ、すっげえ安定感、素晴らしい。で、やっぱね、トゲニャンが一番良かったんだよね。他の反射スキルよりもトゲニャンの方がダメージが高かったんだよ、うん、与えたダメージ以上に反射できるんで、トゲニャンが良かったんだよな。もう終わりそうじゃない？多分そろそろ終わるような気もする。いやいや、これならね、本当に復活アイテムが全くいらない。よし、もうちょっとで終わりでしょう。はい、やらせないよ。おお、早っ、3分だね、本当に3分で倒せる。はい、ということで今日は超理想的なパーティーでクロウに戦ってみました。マジで楽勝でしたね。楽勝だった。これアタッカーがブシニャンと、草薙で行ったんだけども、ここを
宝石ニャンでもいいのかな。宝石ニャンの方が素早さが高いので早い。いやでもね、武士ニャンも強いんだよな。まあとりあえず3分ぐらいで倒せれば上々でしょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。